東京商工会議所平成26年度事業活動報告。新たな日本再出発の礎を築く、絶えざる進化によりさらなる飛躍を。平成26年度、会頭就任2年目を迎えた三村会頭は、日本再出発を東京が牽引していくためにさまざまな課題に取り組みました。まず、我が国の構造課題である人口減少問題については、2020年までに達成すべき課題を中心に提言を取りまとめ、少子化社会対策大綱に多くの内容が盛り込まれました。税制改正の実現に向けては、本支部を通じて会員企業の意見を集約した上で陳情活動を展開し、多くの要望が実現しました。また三村会頭は支部を積極的に訪問、現場との双方向の対話を通じ生の声を直接聞くなど、現場主義を徹底しました。さらに、中小企業の高度な経営課題に対応するため、新たにビジネスサポートデスクを新宿支部内に設置し、相談件数がおよそ2300件増加。平成27年度からは4拠点に拡大するなど、経営支援体制を大幅に強化しました。震災から3年が経過し、販路開拓支援の強化など被災地からの支援ニーズの変化に対応し、継続的に復興支援事業を推進しています。会員企業の協力のもと、物産展や商談会を開催、販路の回復拡大に努めました。また、被災地へのボランティアツアーや本支部で被災地視察会を開催し、風評被害の払拭に取り組みました。企業の競争力強化に資するため、労働基準法の改正や成長戦略の推進など、重要政策課題について現場から意見を集約した上で、他に先んじて要望活動に取り組みました。三村会頭を団長に、インドネシアやフィリピンに経済ミッションを派遣するなど、企業の貿易や投資の拡大を図ったほか、各国の政府要人と意見交換を行い、積極的に民間経済外交を推進しました。2020年オリンピック・パラリンピックに向けて、首都東京の都市機能を強化するため、東京都と協定を締結し、防災機能などの課題について意見交換を行ったほか、帰宅困難者対策訓練を実施、多くの会員企業が参加し、日頃からの防災意識向上に努めました。また、東京の魅力向上を目的に、国際競争力強化や観光政策などに関する提言活動を行ったほか、都市型観光ツアーを開催し、魅力ある地域づくりに取り組みました。企業の管理職育成を目的に、エコ検定以来9年ぶりとなる新検定、ビジネスマネージャー検定を創設しました。また、留学経験を持つ日本人学生などを対象に、グローバル人材合同会社説明会を新たに開催したほか、インターンシップ交流会を初めて実施、企業と大学、学生との接点を深め、会員企業の人材採用支援に努めました。さらに、トップアスリートの就職を支援するアスナビ説明会を本支部で開催しました。新たによろず支援拠点事業を開始、中小企業の販路拡大などを支援しました。
また消費税の引き上げに伴い巡回、窓口相談、講習会を多数実施し、適正な価格転嫁の推進に向け取り組みました。23支部では地域の特性を生かした活動を多数展開したほか、地元経営者と学生による交流事業やご当地グルメを活用した婚活事業など、地域の魅力を高めるためにさまざまな取り組みを行いました。また全会員訪問を通じて会員企業の生の声を伺うとともに、各支部では会員企業の声を区政に反映するべく政策提言活動を行いました。経営者の情報を広く発信するウェブサイト東証社長ネットを新たに開設し、会員企業の PR 支援に努めました。さらに東証新聞のデジタル版をスタートしたほか、紙面を20年ぶりに改訂しました。本支部で一丸となって会員増強を積極的に推進し、3年連続で会員数の純増を達成しました。また女性会は創立65周年、12の支部では設立40周年の節目を迎え、記念講演会など多彩な事業を実施、地域の活力強化につながる活動を展開しました。初代会頭渋沢栄一郎の精神を踏まえ、日本の将来に向け東京商工会議所が果たす役割をテーマにシンポジウムを開催しました。どうも。半世紀余り日本経済の発展を支えてきた東証ビル、今そのビルが役割を終え、本年から建て替えがスタートしました。東京商工会議所では絶えざる進化によりさらなる飛躍を目指して、これからも会員の皆様と共に歴史を築いてまいります。新たな日本再出発の礎を築くために。